はい、おなじみ週刊金曜日チャンネル、金曜日編集長の平井です。こんにちは。今週号の特集はですね、アイドルを守れという特集です。なぜアイドルを守るのか、アイドルの何を守るのかということは特集を見ていただけたらと思いますけども、今週の表紙はですね、ビスという、6人組のアイドルグループなんですけども、ビスさんに登場していただいてます。でビスさん、中でもこう座談会をやっていますね。でこのビスさんというのは非常にこう業界で、破天荒でですね、過激なまあライブをしたりとか、100キロマラソンをしたりとか、まあその話題作りっていう面もあるかもしれませんけども、まあものすごいこうパッションというか、こうアイドルに対する思いとか、もともとその解散することを決めてスタートした、グループなので、その間にやりきるっていうこの勢いがすごいんですよね。でそういうこともあってですね、その篠山紀信さんであったりとか、ビスのファンだからということで今回登場していただいたりとかしているグループです。まあ、ぜひともそのビスさん注目していただきたいんですけども、先週5月28日ですかね、先々週あのビスの新曲でファイナルダンスとナーブっていうその CD シングルが発売したんですけど、これがなんとオリコンチャート CD シングルで4位になったということで、あ、すごいなっていうふうにちょっと改めて思いましたね。で、そんなビスさんがですね、水曜日の夕方に、渋谷でライブをやりまして、対バンスタイルなんですけども、そのライブ前にですね、この週刊金曜日チャンネルも押しかけて、告知をして、なんとか皆さんに見てもらおうとお願いしたら、快く引き受けてくださいまして、そのお話を後で、皆さんにもお届けしたいと思います。まあ、いかんせん私も、このビスというですねグループを知ったのは今回の特集で初めてではあったんですが、まあ、AKB もですねもう5人ぐらいしか知らないので、そのあたりはちょっとご容赦していただきたいと。まあ、他詳しいものも多少ありますし、であとですね、ちょうどその6月4日だったんですけども、6月4日のファーストサマーウイカさん、という方の誕生日で、東急渋谷の東急の下であのケーキを買って行ったんですけども、名前のところにあのファーストサマーウイカって入れてくださいって口で言っても全然こうなかなか伝わらないので、こういうものですというふうに見せて書いてもらって、店員さんがにやりとしていたというちょっといい話もあります。それではあの私のまあグダグダなあのインタビュー、当日ライブ会場で、の屋上でしておりますけども、まずはそちらの方をご覧いただけたらと思います。どうぞ。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。今週も手作り感満載で週刊金曜日チャンネルやってまいりました。編集長の平井です。今週号の特集はアイドルを守れという特集をやっておりまして、はい、今回はですね、特別ゲストというか、ご好意に甘えましてですね、表紙を飾っている、ビスの皆さんに登場していただくことになりました。はい、これからライブをですねやる前で、慌ただしい中なんですけども、それぞれ皆さん自己紹介を簡単にしていただけたらと思いますが、じゃあリーダーのプーさんから。いつものやりますね。せーの、新生アイドル研究会ビスです。はい、はい、ブー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 おならプー、ビスのリーダー兼汚れ担当プーちゃんことプールです。はい、キリトンプ名誉、みんな北のことなめたら、ノンノンノン、ビスのマイペース担当、のぞちゃんこと平野のぞみです。はい、惑わされるな、目覚めるのだ、サッシー仮面。はい、ビスのハンサム担当、さきさまこと神谷咲です。はい、醤油、砂糖、やっぱり胡椒汁、ヘックス、ビスの味付け担当、めぐもこと胡椒汁めぐみです。はい、三度の飯よりビースが好き、よいしょよいしょのういぽんぽん。はい、ビスの太鼓持ち担当、ういぽんことファーストサマーウイカです。よいしょーす、ぐるっと回しました。
はい。はーい。はい、噂が一人歩きしてるみたいだね。あなたは？てんてん。はい、ビスの殺し屋担当てんてんことてんてんこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では、今回初めて私もビスさんの存在を知りまして、はい、でもいろいろ知るとすごい熱烈なファンがたくさんいらっしゃいますよね。今日も本当いっぱいいて、ビスの T シャツ着た人ばっかりですよね。黒い T シャツ着てすごいすごいなと思いました。あー、なるほど、そうですね。平野さんと僕誕生日同じで5月15日なんですよ。ええー、誰か知ってます他？藤原竜也さんと三河健一さんと、あとは三輪明宏。そうですね、そう、三輪明宏さんと三河健一さんが来て神に近い感じ。なるほど。はい、あと週刊金曜日的には沖縄が返還された人、はい、ということですね。1972年ですけどね。はい、じゃあ早速ですが、ビスのことを知りたいのでいくつか質問させていただけたらと思います。ビスは7月に解散をするということなんですけども、はい、します。あと1ヶ月ですね。で7月8日横浜アリーナ、はい、で1万5000人を集めようということですね。足りない。で、そうですね、まあ、ぜひとも、皆さん週刊金曜日チャンネル見てる方、来ていただきたいと思いますけども、座り席もあるんで、でもあれですよね、その10万円の席がすぐ完売しちゃったっていうふうに聞いたんですけど、はい、なんか熱烈なファンは多いんですけど、ライトの層が少ないですね。その限定だったので100枚、はい、それは売れ切れたんですけど。なるほど、すごいですね。100枚で10万円って1000万円じゃないですか。はい、でも横割りはそれよりももっと高い。あー、なるほどね、はい、1円のチケット、1円のチケットもこの間完売しました。速完、はい、1円のチケット何枚やったんですか？20枚ぐらい、うん、見えない席なんですよ、はい、なるほど。いろんな仕掛けがビスってすごいなと思うんですけども、もうあの手この手でやるじゃないですか、はい、で記事読んでてすごく面白かったのが100キロマラソンの話とかありましたよね、うん、はい、であれは誰が言い出したんですか？はい、大体無茶なことを言い出すっていう感じなんですか？なんか私がっていうよりかはその渡辺淳之介っていう人がいるんですけど、はい、マネージャーで、その人からの発信によって、なんかでも乗っかっちゃうんだよね、悪い癖で。なんか、嫌ですって言えばいいものを、なんか乗っかっちゃうので結果変なことになってしまうっていう。ビスさんのね、まあ、それぞれ心のライバルというか目標にしている人っていると思うんですけども、で僕電撃ネットワークがライバルかなと思ったら、どなたかあれ対談してましたよね。実際今一人ずつしてますね。はい、解散までに多分全員回ることになる。ライバルというか、オタクですね。オタクです。雄三さんはもうビスのオタで、のんちゃんもがファンなんですね。のんちゃんのなんかさっきもチェキ取りました。はい、だって芸能人なのに、その私たちのライブ2時間前から並んだりとか、整理番号ゲットするために。すごいですね。そうですか。それぞれ皆さん目標としてる人ってのはどういう人がいるんですか？目標なんだっけ、パロだっけ、なんだっけ、自分のライバル、バカのやつ、ヘキサゴンの、バカの3人組、パボ、はい、パボみたいになりたい。初めて聞いたよ。初めて聞いた。そうかに、みんなね、違うの、みんなね、いい人と結婚してね、あ、勝ち組、勝ち組なの、よく考えた。本当だ。に佐藤田さんに雪菜、アイドルを、そう、アイドルタレント経てのまたれみたいなね。だってみんな幸せそう。そう、理想だと思う。本当だ。なるほど、本当だ。そうでしょ、幸せな家庭を。そうそう、私ひとまとまりに目標としてる人、
目標としてる人オリジナルバンド、あとのライバルだとか、ライオン、ライオン動物ゴリラ、ゴリラ、ゴリラ、ゴリラひどいわゴリラをライバルとして、どういうことだ武井壮さんとかじゃない？結局ゴリラじゃない違うだろう。さきちゃん最近なんか結構怪物化してて、ライブ中とかも野生児みたいな動きをし始めたんですよ。だからもう何を目指しているのかちょっとわからないです。でもあれなんですよ、なんかねそれをやりたいわけじゃなくてですね、別になんかあのライブしていくうちにいろいろ見えるところがあるんで、いろんなものをこう足してあの一番いいパフォーマンスができればなと思って、最近毎回違う動きをしようと思ってあの別に、ね、全部激しいわけじゃなくて、普通に激しい時もあればちゃんと踊る時もあればみたいな感じで、ちゃんと考えてるんです。いやなんかもう半分はみんなが結構バカにしてこむこいつなんですけど金髪とこのチビがバカちゃんね、そうだったら個性を潰そうとするんですよ。でもねそれがやりたわけじゃないから私はやらないんですよ、好きだったのに。そうキャキちゃんのなんか、ね、全曲そんな激しくやろうとは思ってないんで、曲ごとにいろいろ変えていければいいなと思って毎日研究していこうと思ってるんで、まあ目指してるところがあるんですよ人にはって感じです。なるほどね。あので 解散っていうのはそれは最初から決まってたっていう話なんですけども、はいはい、そういうことなんですか？もう決まってましたね。それはどうして？人気が出たらもう少し続けたいとかってやっぱり普通なったりすると思うんですよ。いやなんかそもそもビスっていうのが私のソロのプロジェクトからの、その反乱によってできたグループなんですよ。その私がソロをやってて渡辺淳之介とソロやってたんですけど、はい、渡辺さんのことが本当に大嫌いで、憎くて、はい、もうマネージャーのさっきも出てきた渡辺淳之介、はい、それでこいつの人生をめちゃめちゃにしてやりたいっていう気持ちからマネージャーの、はい、はい、で私のソロのプロジェクトいろいろ考えてくれてたものを全部潰してやりたいっていう一心で、もうなんか、私アイドルやりたいんですけどっていう。元アーティスト路線、元はそれでデビューしましたね。だからニルバーナが好きで、そのニルバーナに憧れて、はい、なんかデビューしたみたいな設定、ギターを弾いてみたいな設定が勝手にプロフィールに書かれてて、はい、もうスメルズライクティンスピリットしか知らねえよみたいな感じでスタートしたんですけど、なんでなんかそれでそもそも企画だったんですよ、そのアイドルやるっていうのも1年間の連載の企画としてスタートしてものだったので、でもその1年っていうのがなくなって、でアイドルでしかもグループですね、やると仲間が欲しかった、反乱する、反乱軍なんですね。反乱軍でした、だから第1号、第1号、はい、どうして巻き込まれたというか、あのネットでそのグループを組むから、はい、メンバーを募集しますっていうのを見て、あのちょうど引きこもりで何もしてなくて、ネットで音楽の情報を漁るだけの本当にクズなやつだったんで、何歳ぐらい？18です、もうこれはと思って、あのみんな進路を決める年じゃないですか、親にも、うん、今年あんたなんかしなかったらもう一生そのままだと思うって言われて、やばいと思って藁にもすがる思いで応募したのがビスでした。はい、でも他のオーディションだったら今だったら言えるんですけど、落ちてたと思うんですよ、ね、多分普通撮らないですけど、撮ってくれたんでなんかここにいますわかんないですけど、なんか気になったんですよね。なるほど、でアイドルの、ね、才能あったんですね。いやアイドルの才能はちょっとないですね。ちょっと当時はないね。解散、ね、ないですね、したらどうするんですか？いやそうですね、お芝居がやりたいのと、あとなんか歌もやりたい気持ちが最近出てきたので、なんか星野源さんみたいになりたくて、イケメンになれるかな、なれなさそうだから、そこからイケメンになりたいです。なるほど。どうしてあれですか、参加するんですか？アビスにですか？ビスには私大学に通ってたんですけど、
就職活動をしないまま卒業してしまいまして、ええ、はあどうしようかなと思っていた時にツイッターでちょうど募集を見て、でビスのことをほんのり知っていたんですよ、はい、ただのんちゃんはもうビスがゼロの時に受けたメンバーで、そうそうそう、私はもうだいぶ2年3年活動してから受けて、そうなんですよ、そうそうそう、でもうすごい過激なアイドル、はい、ちょっと普通のかいわゆる可愛いことをやる、だからどこにでもある似たようなアイドルではないっていうことをすごい知ってて、なんかすごい攻めてて面白いと思って、ちょっと見に行ってみようと思ってオーディションを選んで、もともとちょっとバンドをやったり、あと秋葉原にあるディアステージってお店でちょっと働いたりはしてたんですけど、はい、なるほどね、はい、はい、どうしてこうビスに入った、普通に私は就活中だったんですけど、当時大学、ね、大学4年の時だったんで就活だったんですけど、なんか就活してても別になんかそんな別に行きたいとこもないのになんか無理やり探してるのもなんかなって思ってる時にオーディションの要項を見て、なんか前からなんかそんあの何か表現できることにつければいいなと思ってたんで、なんかダメ元でもうオーディション前日にあのバーって履歴書みたいなの書いて、本当思いつきでオーディションに行ったので、全然なんか受かるとは思ってなく行った感じです。それはあれですか、プーさんが誰とか決めるわけですか。まあ、のんちゃんとかのやつはもううちらも参加してますね。さきちゃんたちのも、さきちゃん、ういは同じ同期なんですけど、一応審査員として参加します。はい、で、なんかこのなんか一緒だったんだよね、みんな、全員が残したい子がほぼ、なるほどね、はい、小庄司さんは私は違います。私はビスが好きで、ビスのライブ行ってて、で、ビスに入ったらビスのライブタダで全部行けんなって思ってビスに入りました。大物なんですよ、すごいタイルがでかい。ファーストサマーさん、はい、私ですか。あ、大丈夫ですよ。なんでファーストサマーですか。ファーストサマーは私、初夏と書いてウイカという名前なので、そのまま英語にしただけなんですけれども、寺門ジモンさんと一緒ですね。あ、そうですね。システムとしては同じですね。何でしたっけ、入った理由を、ですか、衝動なんですけど、いや、ビスはすごく下品だったんですよ。なんかまあ今もっと下品になっちゃったんですけど、私が入ったんで、でもまあ下品というか、すごい過激かつそういう言ってはいけない下ネタみたいなのを言うアイドルだったので、あ、面白そうだなと思って受けて、私も過激で下品だったから受かったのかなと思ってます。まだ下品じゃなかったよね。あ、まだうちに秘めてた。でもまだ処女なんで大丈夫ですよ。なんか風を切って歩いてたんですよ、オーディション会場で。すごい歩き方をしてたんですよ。そう、あのレッドカーペットこうやって歩いてたの。本当に見てないのに。そうそう、真似してたの。そうやってスタッフの中がね、今やばい女来たよって。やばいわ。そうで、それでえっつったら、その歩き方、こんな歩き方してんの、顔かわいいよって言ってた。そう、履歴書見たら名前をレタリングしてあって、そこにも衝撃を受けた。うまいやつ来たと思った。テンポの時も思ったけどね。そう、ちっちゃいと思った。あ、体のこと。そういえば、あの対談の中で、たまたまね、このアイドルを守れっていう話になったんですけども、なんでですか。AKB の事件があったんで、はいはいはい、あ、急にじゃあ変わったんですね。もともと違ったんですね。最初どうしようかなっていう。でもさ、うちら結構タイムリーにさ、そうだ、刺される話してんだよ、全然。そう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 。そうなんですよ。それで、本当に起きたね。はい、あ、起こるべきして起きたんだなみたいな。まあ、なんかその事件が別にその密なファンじゃなかったからあれですけど、実際になんか私はこれ今見て、消えなかったなと思いました。この日残ってる人間ちゃんと対談通りに残ってて、その辺りの、そのまま書かれてて、すごいすごいですね。消しちゃうんですかね。だ、結構敏感になってるんで。でもこれ前だもんね、喋ってんの。あ、まあまあ、
だから僕ら消すっていうよりはね、どっちかというと事務所の方が気にして。確かにやるんじゃないですか。お互いの。だって別に前に喋ってても出るのがそれの後だったら結果ね。まあでも出てないしね。グループ名まだ。グループ名出てない。出てたらアウトだったね。グループ名で予言してたらすごい。それは本当にもう違う職業に就きますよ。はい、じゃあ最後に、解散ということなんですけども、はい、解散したら、先ほど女優って話もありましたけども皆さんどうするのかなと、ビス2とかまた作るとかそういうことはないですか。儲かれないで。儲からない。アイドル儲かんないんですよ。あ、そうなの。大人は儲かるんですけど。おっと、すごい生々しい話ですね。あ、確かに浜野さとしさんっていう人が中抜きされない、アイドル事務所みたいな作りたいって記事ありますよ。あ、なんかありましたね。全員モザイクかかって。じゃあそこ行こうよ、そこ。みんなでもアイドル儲かんないんでしょ。中抜きされなかったら儲かる。中抜きされ私たちに来るから。そうそう、なるほど。あ、本当に中抜きを許さないっていう記事もありますね。いいね。いい記事です。素晴らしい。マネージャーいいんですか。どうですか。もう終わるから。逆に私たちがそのアイドルを作る側になるのもいいんじゃないか。なるほど、ね、アイドル儲かるの分かってる、分かってるじゃないですか。アイドルには行かないってことはどっかにね、取られてるってことだから、そうそうそう、取る側になればいいんですよね、ちゃんとね。なるほど、なんか社会の的な話になりましたね。はい、ビスの口からまさか聞けるとは。てんていこさんはビス辞めたとは。はい、解散された後どうするんですか。ビス辞めた後は、ええ、でも私もともとビス受けたのもなんか変なことをやってるこの人たち面白そうと思って入ったので、その姿勢はちょっと貫いていきたいなと思ってます。ちょっとなんか豆腐屋はやらないです。豆腐屋なんか占いでなんか豆腐屋になれみたいなこと言われたんですけど、全くなる気はありません。豆腐屋ではありません。あのリアカで弾いてる豆腐屋さんも結構搾取されて大変ですからね。あ、そうですか。気をつけたわけですよ。気をつけて。いやいや、言わないから大丈夫だよ。豆腐屋はさきさん、私は一応芸能界には残ります。あ、なるほど。そうですか。お庄司さん、庄司は自分を見つめ直す旅旅に出ます。見つめ直した方がいいよ、はい、あんたは生き方をちょっと改めてはいい、ね、改めます。なるほどね。はい、そんなになんか問題あるんですか。あります。そこが悪い。長くなる。はい、じゃあはい、じゃあはい、これすごく面白い記事ですね。なんか作詞されないと、なんかいいなと思いました今。まあそんな感じで社会を切っていこうかなと思いますね。まあアイドルというのは誰にでもなれるんですけど、ここまで来るのは誰でもなれるわけじゃないと思うんですね。限られた人口だと思うので、この経験を生かして、まああれ時間距離変えてそうだね。あ、よかったら、はい、なんかネタ中抜きとかね、もうない立場になったら全然書いてください。書きます、書きますね。別に私あんま現状よくわかんないんであれなんですけど、なんか私結構こういう発言があるので よかったら使ってください。お願いいたします、編集長お願いいたします。はい、ビスの協力してください、はい、中抜きされない活動。はい、あ、確かに、そうだ、確かに。もしちょっと怒ってるんですみんな。そうですか。まあアイドルってね、大変だなと思うけど、とても楽しそうですよね。はい。本当ですか。まとめ方やばい。あ、ファンの方にね、まあ、ビスのね、ファンからすると、なんで週刊金曜日なんか出てっていうふうに思う人もいるかもしれないんですけども、ファンの方に向けて、何か一言、じゃあそれぞれ、はい、あ、そういえば、ビス解散したと。すみません。ありがとうございます。私は歌を続けたいので、ルイフロンティックマツクマジャパンっていうちょっとダサい名前なんですけど、はい、バンドをやっていきます。ルイフロンティックマツクマジャパン。ビスのサウンドプロデューサーのマツクマさんと一緒にバンドをやるのが決まって、もうデビューもしてます。あ、そうですか。はい。はい。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後の最後でなりましたけどもね、ファンの方に向けて、まとめて。はい、じゃあリーダー小翔たん。お、はい、小翔たん頑張れ。お、はい、小翔さん、ファンの皆さん、私たちを守ってください。私たちを守って、アイドルを守ってください。一番、君たちにかかっているアイドルの未来よろしゅう。これでいいんですか。暗くて見えないのかな、顔が。あ、ゴーは早く言ってよ。判別できない。
はい、じゃあ皆さん、ビスをね、ぜひとも守ってください、支えてください、よろしくお願いします。じゃあ、はい、本日はビスの皆さんどうもありがとうございました。はい、動画の方はですね、非常に感じよく温かく、対応してくれて本当ビスありがとうございました。その後ですね、そのライブあったので見させていただいたんですけども、YouTube とかですね、そういうものでもこう見られるんですが、やっぱりその生で見ると全然本当に違くてですね、ハードロックというか、普通のその我々がグループでアイドルのライブっていうと、もうすっかり AKB 的なものを想像してしまうんですけども、もうそういうノリじゃなくてですね、かなりそのヘビーメーターとかノイズとかそういうところともまあコラボしたりすると思うんですが、客席にダイブしたりとかですね、でも踊りって歌って、でおたげみたいのもちょっと混ぜたりしてっていう、もうエンターテイメントとしては本当にこう依存性がこれは高いなと、見ていて思いましたね。本当にまた見に行きたくなるっていう、ところで、もう一緒に行った人間もですね、もうノリノリになってたと思います。はい、でお客さんもですね、そのナーブっていう CD シングルが2号さんという裏腹で、お店出してもうガバ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 儲けた方が いるんですけども、その方がこう監督やってたっていうこともあるのか分かりませんけども、お客さんもすごくおしゃれなですね、人たちが多くて、やっぱりイメージしているこのアイドルとはちょっと違うなと、全体として本当にその鍵カッコアイドルというか、アルファベットでアイドルっていう、まあ実際そういう T シャツ着てる人たちもいたんですけども、そういうこう別のこうカテゴリーなのかなというふうに思いましたね、本当に。で、まあしかしながらその、ピッツさんですね、7月8日に横浜アリーナで解散コンサートをすることが決まっておりまして、1万4000人ぐらい入ると思うんですけども、チケットが現在1万枚売れ残っているということです。まあ、日々売れていると思うんですが、ぜひともですね、やっぱりビスのこの活動っていうのは、そのアイドルだとか芸能だとか音楽において伝説になるんだなと思ったので、ぜひとも皆さんも見に行っていただけたらと思います。何せ火曜日で校了日なので、僕はちょっと行けないかなとちょっと言い訳をさせていただいて、あとですね、当日サインをしていただきました。メンバー全員のこうサインが入っている、週刊休養日、ちょっと昨日雨降ってたんでここヨレヨレになっちゃってるのが1冊と、綺麗なのが1冊、合計2冊、こちらをですね、読者プレゼントとしたいと思います。プレゼントの方法はですね、週刊金曜日のツイッターに、何がしかこのサイン本プレゼントとい こうつぶやきをいたしますので、それをにリツイートしていただいた方、そこから抽選で、こちらで選ばせていただいて、その方とこうやり取りをしてお送りするという形にしたいと思っております。詳しくはそのツイッターの方を見ていただけたらと思います。ではまた来週よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。たまたなんですが、ゆうかさんからおめでとうございます。本当にすいません、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。すみません、これを撮りましょうね。はい、すごい、やっていただきました。すごい。これもう決まってるんですか。あれ決まってますか。はい、週刊金曜日からささやかな、ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。